シエラネバダ山脈のヨセミテバレー北カリフォルニアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の北側部分である。この地域には、サンフランシスコベエリア、サンフランシスコ市、サンノゼ市、オークランド市、州都のサクラメント市、セコイアの森があり、またヨセミテバレーと、他方向を含むシエラネバダ山脈、カスケード山脈では、第2位の標高である、シャスタ山、および世界でも、 有数の農業生産性を誇るカリフォルニアセントラルバレーがある。紀元前の少なくとも8000年から5000年、おそらくはさらに前にはすでに先住民であるインディアンが北カリフォルニアに到着しており、それに続く先住民が増加したことにより先、コロンブス期の北、アメリカでは最大級に人口密度の高い地域になっていた。16世紀初期から18世紀半ばにかけて、 到着したヨーロッパ人探検家たちは北カリフォルニアにヨーロッパの開拓地を作るまでに至らなかった。1770年、モントレーに設立されたスペインの伝道所がこの地域で最初のヨーロッパ人開拓地であり、その後に海岸に沿った伝道所が追加され、最終的には北のその間群まで伸びていった。北カリフォルニアとして通常分類される 地域内にある48軍北カリフォルニアという地域について公式の地理的定義はなく北カリフォルニアを構成する場所の定義は様々である地理的にカリフォルニア州の南北を分ける中間線は北緯37度線付近でありサンフランシスコ市に近いしかしこれは一般に使われているものとは一致しないカリフォルニア州を2つに分けた場合 北カリフォルニアという言葉は通常、南カリフォルニアの従軍より北にある48軍で、ある。また、テハチャピ山地より、北の地域にも当てはまる。この定義ならばいくつかの軍境が並ぶ、北緯35度47分28秒の線に、きちんと一致しており、モントレー軍、キングス軍、トゥーレアリ軍及び陰陽軍の南軍境である。カリフォルニア州は、 面積が大きく地形が多様であるので、他の方法で小区分に分けることもできる。例えば、セントラルバレーはそれ自体文化的にも、地形的にも海岸部とは明らかに異なる地域である。その中に含まれる、サクラメントバレーやサンホアキンバレーの大半は、南北カリフォルニアに分割される位置にあるが、通常北カリフォルニアに含めて考えられている。 サンフランシスコ米エリアやサクラメント都市圏の郊外部より北の地域は別の地域と考えられることも多い。州西北部の住人は州議会に送る大議員の数が少ないと考えてきており、九百四十一年にはオレゴン州南部とともにジェファーソン州と呼ぶ新しい州を起こそうとしたことがあり、また近年にもカリフォルニア州を二つないし三つの州に分割する。 法案を提案した。サクラメント氏より北の地域は地元住民からノースステートと呼ばれている。2001年以降、北側20軍はポイントアリーナから他方この線より北側をアップステートカリフォルニアとして宣伝している。カリフォルニアゴールドラッシュが起こって以来、北カリフォルニアは世界の経済、科学及び文化といった各分野の先進地域になってきた。 19世紀に金炭鉱技術が開発され、これが世界中に適用されたことに始まり、世界的に有名な電子技術やオンラインビジネスモデルの発展に至るまで、北カリフォルニアは常に新しい事業の方法で最前線に立ってきた。科学の分野では、超ン化学元素を最初に分離して14元素の名前をつけることから、マイクロチップ技術を切り開くことまであった。 文化的な貢献としては、写真家アンセル・アダムズ、映画監督、ジョージ・ルーカス及び、俳優、映画監督のクリント・イーストウッドなどの作品や、ビートニック時代、サマー・オブ・ラブ、ワイン・醸造があり、またシリコンバレーのドット・コムブームでまず広まり現在は、世界中で使われている、開放的で、カジュアルな仕事場などで貢献している。シャスタさん。 標高14,179フィート北カリフォルニアの多様な地形は太平洋岸の砂浜から東部の岩が多く雪に覆われるシエラネバダ山脈まである中央部はセントラルバレーであり国内で最も重要な農業地帯の一つであるシエラネバダ山脈には氷河で削られてできたドームで有名なヨセミテ渓谷 地球最大の樹木である、ジャイアントセコイアのセコイア国立公園、アメリカ合衆国本土では最高地点である、ホイットに山がある。古代セコイアの木は主に、サンフランシスコ市の北の海岸線に点在している。ホワイト山脈に自生するブリスルコーンパインの木は、樹齢4700年と、世界最古の木と言われている。肥沃な農地と、牧場地、ワインカントリーでも知られ、 地域の北東部は、カスケード山が宮南部、トリニティアルプス、クラマス山脈の高山、湖、風にさらされた苦いおもぎのステップも知られている。気候は外して海岸地域の海洋性のものから、暖かい地中海性気候、渓谷部の大陸地中海性気候に近いもの、鉱山性の気候まで様々である。サンフランシスコ米エリアやサクラメント大都市圏さらには、 セントラルバレーの都市部から離れると比較的人口密度が低い地域でもある。サンノゼ市は北カリフォルニアでは最大全米でも10番目に人口の多い都市である。シリコンバレーの中心でありアメリカの技術では卓越した地域でもある。北カリフォルニアで最大の都市圏はサンフランシスコ米エリアでありサンノゼ市。 サンフランシスコ市、オークランド市及びその多くの郊外市がある。近年のベエリアは、州都サクラメント市、その南45マイルのストックトン、さらに南約30マイルのモデストのような、セントラルバレーにある都市からも通勤するものがいる。地域の開発が進んだ結果、ベエリアに加えて、モントレーベイエリア、セントラルバレーの中央部及び、 シエラネバダ3脈0 6の丘陵部まで一つの大都市圏と見ることも可能である。州を二つに分けて考えた場合、内陸部最大の都市は北カリフォルニアにあると考えられる。この地域の重要な都市は南東にあるフレズノやセントラルバレーの北縁にあるレディング、セントラルバレーの中北部にあるチコやユバシティ。 北海岸西北の幽霊化など主要都市圏に含まれない都市がある。この広大な地域の大都市よりは小さいものの地域の中心として歴史を持ち、主に田園部であるか孤立した位置づけのために、その大きさの割に経済的な重要さを持っている。下のリストは北カリフォルニアの人口5万人以上の都市と町であり、アルファベット順に列挙した。ッコ内は、 ウィキペディア記事に掲載されている最新の人口を示す。人口10万人以上人口10万人未満北カリフォルニアには、州内にある4つの大都市圏のうち3つがあり、2010年1月時点では、その3つで北カリフォルニア人口の4分の3以上が住んでいる。オークランド中心街次の4つは、北カリフォルニアの主要な事業地区である。北カリフォルニアには、 北のシャスタ族、セントラルコーストとシエラネバダ山脈のミオク族、セントラルバレー南部のヨクート族まで千年以上に渡って住み着き、先コロンブスキ北、アメリカで最も人口密度の高い地域の一つだった。ヨーロッパ人探検家この地域の海岸を最初に探検したヨーロッパ人はスペイン王家のために航海したフアン・ロドリゲス・カブリリョだった。 1542年、カブリリョの遠征隊はおそらく今日のオレゴン州ログ川まで北上した。1565年から、スペインのマニラガレオン船隊が、メキシコの銀や宝石を積み太平洋を渡って、スペイン領フィリピンまで運んだ。マニラガレオン船隊は、北、太平洋を戻り、通常は、北カリフォルニア海岸沖で、北、アメリカに到着し、 海岸線を南にたどって、アジアの貿易品をメキシコにもたらした。1579年、北、カリフォルニアを、イギリス人探検家、フランシス・ドレーク教が訪れ、今日のサンフランシスコ市の北に上陸して、この地域を、イングランドの領土と宣伝した。1602年、スペイン人、セバスティアン・ビスカイノが、カリフォルニア海岸を、 モントレー湾まで北上し、そこから海上に出た。その後の150年間で、北カリフォルニア海岸に沿って何人かのスペイン人、探検家が後悔したが、開拓地は設立されなかった。スペイン統治時代最初のヨーロッパ人住民は、スペインの選挙手段であり、カリフォルニア海岸に沿って殿堂所を作っていった。まず1770年に、モントレーの殿堂所が建設された。 1776年には、サンフランシスコの伝道書が続いた。その間からモントレーまで全体で10カ所の伝道書が、海岸沿いに並び、バハカリフォルニアの南端に向けてはさらに多くの、伝道書があった。1786年、フランスが、モントレー探検のための船を派遣することで、北カリフォルニア地域に対する関心を示した。19世紀初期の20年間、 スペインによる北カリフォルニア海岸の植民地化が続いた。1820年までにスペインは伝道書の並びからおよそ25マイルないし50マイル内陸までその影響力を広げた。この範囲の外ではおそらく20万人ないし25万人のインディアンが伝統的な生活を続けていた。1819年にスペインと申請感もない。 アメリカ合衆国の間に結ばれたアダムズ・オニス条約により、スペイン領土の北限を北緯42度線と定め、これが実質的に現在北カリフォルニアの北限となった。ロシアの存在ロシアはアラスカから海岸線を南に下ってきており、1812年には今日のその間軍の海岸に毛川交易基地であるロストリデを建設した。ロストリデは、 サンフランシスコの北約70マイルほどにあって、スペインの北上とぶつかったために、ロシアの難言となった。1841年、北カリフォルニアに、アメリカ人が現れてその数を増やし、地域の情勢が変わり始めたので、ジョン・サッターとの取引ができたのを潮にロシアは、北カリフォルニアの開拓地を放棄した。メキシコ統治時代メキシコが百二十一年に、 スペインからの独立を果たした後、北、カリフォルニアをはじめ、スペインが領有を主張していた地域にある伝道書や、開拓地を継承した。これら開拓地のメキシコ人のカリフォルニアは、牛の皮や獣脂を、アメリカ人やヨーロッパ人の商船と交易した。マリン軍、ミューア森林国立記念碑にあるセコイアの八百825年、ハドソン湾会社が、 今日のオレゴン州ポートランドのすぐ北に交易基地を建設した。イギリス人の罠漁師や狩猟者がシスキュートレールを使って北、カリフォルニア中を旅した。北カリフォルニアへのフランス科学調査大使指導者、ユージーン・デュフロード・モフラが1840年にカリフォルニアは一隻の軍艦と200人の人を派遣することを選択した国ならば、 どこでもその国に属することになるのは明瞭であると記した。1830年代までにカリフォルニアではないかなりの数の者のが北カリフォルニアに移住した。それらの者の,の中でも主要な者はスイスからの移民ジョン、サッターであり、今日のサクラメント地域の中心に48,827エーカーの土地特許を取得した。 アメリカ人の興味1830年代にはアメリカ人罠漁師が北カリフォルニアに入ってくるようになった。アメリカ人の野望に燃えたユーイング・ヤングが北カリフォルニアの伝道所からオレゴンのイギリス人やアメリカ人の開拓地までシスキュートレールを越えて馬やラバの群れを移動させた。1830年代以来北カリフォルニアには少数のアメリカ人交易業者と 罠漁師が住んでいたが、1841年に、新しく開発された、カリフォルニアトレールを通り山を越えて到着したのが、バートルソン・ビドウェル隊であり、陸路から来た初の組織化された集団だった。1841年にはまた、アメリカ合衆国の探検隊が、太平洋岸北西部から、シスキュートレールを通って、北カリフォルニアに入ってきた。1846年、 カリフォルニアを目指していたドナー隊は、シェラネバダ山脈山中で豪雪に阻まれ、生存者たちはカニバリズムによって命をつないだ。アメリカ合衆国時代の始まり1846年3月13日に、米北戦争の開戦が宣言されたが、カリフォルニアまでこの情報が伝わるのはおよそ2ヶ月を要した。同年6月14日。 およそ30人の非メキシコ系開拓者、大半がアメリカ人が反乱を起こし、その間にある小さなメキシコの中屯地を占領した。彼らはその間の空にカリフォルニア共和国の熊の旗を掲げた。熊の旗の共和国はわずか26日間の命であり、ジョンシー・フレモントが率いるアメリカ軍が7月9日にその後を引き継いだ。 今日のカリフォルニア周期はこの時の熊の旗を引き継いでおり、カリフォルニア共和国の文字が入っている。7月7日、ジョン・ドレイクスローと海軍大将がその海軍にイエルバ・バブエナの占領を命令し、数日のうちにアメリカ軍がサンフランシスコ、その間、およびサクラメントのサッタートリデを支配下に置いた。1848年2月2日調印された。 グアダルーペイダルゴ条約によって米国戦争が終わりメキシコは正式にアルタカリフォルニアをアメリカ合衆国に割上したカリフォルニアゴールドラッシュは1848年から1855年にほとんど来たカリフォルニアだけで起こった1848年1月24日にコロマのサッターズミルで金が発見されたのが始まりだった 金発見の知らせは柴叩く間に広がり、アメリカ合衆国の他地域や海外から30万人ほどの人々がカリフォルニアに来ることになった。サンフランシスコはテントが立つ小さな集落から、ブームの街に変身し、道路、教会、学校など街としての要素が建設された。蒸気船のような、新しい交通機関が開発されて、定期便が就航し、 鉄道が建設された。しかし、ゴールドラッシュも否定的な面があった。先住インディアンが攻撃されて、伝統的な住みかから追い出され、金の炭鉱は環境を汚染させた。ゴールドラッシュに次ぐ時代は、北カリフォルニアの人口と、経済特に農業が劇的に拡大した。1869年にサクラメントを、西の終着駅として、 最初の大陸横断鉄道が完成し、北カリフォルニアの農業生産物が合衆国の他地域に向けて経済的に出荷できるようになった。その反対方向では合衆国の他地域及びヨーロッパからの移民が快適に北カリフォルニアに来ることができるようになった。北カリフォルニア中に鉄道網が広がり、1887年には太平洋岸北西部に至る。 シスキュートレール接続線が完成した。これらの鉄道のほとんどがサンフランシスコ市に本社を置くサザンパシフィック鉄道の支配下に入り、サンフランシスコは金融と文化の中心として機能し続けた。この時代に少なからぬ緊張が起こった中には移民排斥主義者の感情、力を増すサザンパシフィック鉄道と小脳との間の緊張関係、 および労働組合運動の始まりなどがあった。北カリフォルニアにある48軍の人口は長年にわたって着実に増加してきた。1850年の国勢調査では地域の人口がほぼ確実に過小評価されており、特にかなりの人口がいたはずのインディアンが少なく数えられている。ゴールドラッシュ時代以外で最も多く人口。 増加率が高かったのは1940年代であり、戦後の退役軍人とその家族が大きく成長する工業基盤と第二次世界大戦中に北カリフォルニアに駐屯した経験に引きつけられて動いてきた。絶対値で見ると1980年代の増分210万人以上が最大であり、 シリコンバレーが発展したことと、冷戦によって、防衛産業が拡大したこともあって、就職機会が増えたことが、増加要因だった。北カリフォルニアには、世界的に評価の高い大学が多い。例えば、私学のスタンフォード大学、州立のカリフォルニア大学バークレー校などである。この地域にある、公立大学は次の通りである。下記は、私立大学の一部である。 夏季は、蒸気教育機関に属さない、研究機関の一部である、アメリカ合衆国国立公園局が、北カリフォルニアにある、大規模で多様な公園群を管理している。最もよく知られているのが、ヨセミテ国立公園であり、カリフォルニア州25セント効果の利面に、採用されている。その他著名な公園としては、キングズキャニオン国立公園とセコヤ国立公園の、 連なり、レッドウッド国立公園、ラッセン火山国立公園、及び大陸48州の中では、最大のデスバレー国立公園である、その他連邦政府が保護している地域としては、ミューア森林国立モニュメント、ジャイアントセコイア国立モニュメント、デビルスポストパイル国立モニュメント、溶岩遊火国立モニュメント、ピナクルズ国立モニュメント、ポイントレーズ国立海岸、 モントレー湾国立海洋保護区、コーデルバンクとファラロンズ湾の国立海洋保護区がある。国立海洋保護区の中には、ファラロン国立野生生物保護区があり、この国立野生生物保護区は、北カリフォルニアにある25の保護区の一つである。国立の森も北、カリフォルニアの大きな面積を占めており、シャスタトリニティ、クラマス、モドック、ラッセン、 メンデシーのエルドラド、他方及びセコイアの各国立の森がある。国立の森に含まれ、あるいは隣接して、連邦政府が保護する原始地域があり、トリニティアルプス、キャッスルクラグス、グラナイトチーフ、及びデソレーション各原始地域がある。さらに、カリフォルニア海岸国立記念碑は、北カリフォルニアの全海岸線に沿って海岸から12回以内の、 すべての小島、岩礁、および、祈願群を保護している。またアメリカ合衆国国立公園局は、アルカトラズ島、ゴールデンウェート国立レクリエーション地域、およびウィスキータウン国立レクリエーション地域を管理している。また、イニオー軍のマンザナー国立歴史史跡サンフランシスコ米エリアのロジーザ・リベッター第二次、世界大戦15国立歴史史跡も管理している。 北カリフォルニアには、夏季48軍がある。夏季の地域はその全体か一部が、北カリフォルニアに入っている。サンフランシスコ国際空港、北カリフォルニアで、第1、州内、第2、国内第10位の大きさと乗降客数を誇る、空港マンモス3スキー場の足場、マンモス、ヨセミテ空港夏季の空港は、定期商業便が発着する空港である。 オークランド中心街にあるバートのオークランド19番通り駅、歴史あるサンフランシスコフェリービル、西海岸で最も乗降客の多いフェリー乗り場であり、サンフランシスコ市中心街とベエリアの多くの場所等、つないでいる。週刊高速道路アメリカ国道バークレー市内の、週刊高速道路80号線と、同580号線、周道120号線。 北カリフォルニア内陸部を横切る数多い、高規格道路の一つ、主要修道。ありがとうございます。